私の方からは3点申し上げたいと思います。まず1点目は、政府の方で原子力の事故に伴う賠償のスキームというものを組み立てたようでありますが、これは我々から見ると被災者の目線に立っていない議論だと、こう言わざるを得ません。東京電力と政府側が何か責任の押し付け合いをしているようにも見える議論の展開でありました。しかし今回の事故や被害の実態を率直に捉えれば、これは原子力施設の事故に起因するものの、実際の原発被災者の被害というものは政府のさまざまな行為によって直接的に生じているものでありまして、原発の事故から直接起因するものでは必ずしもありません。原発の放射線拡散によって健康被害が生じたということが主な結果被害ではなくてですね、政府が計画的避難あるいは避難指示あるいは警戒区域の設定等々を行うことによって居住の自由を奪われ、財産権の行使を奪われ、また健康を損ない、そして著しく精神的苦痛を被ったと、これが被害でありまして、それをもたらしたのは政府の行為であるということを忘れた議論だと思います。こういった実態からすると、政府がこの被災者保護救援救済の矢面に立つという制度のあり方を今後検討すべきだと思います。これまでの原子力損害賠償法は第一次的に電力事業者が賠償の責任を負うと、これは無過失無限責任ということで、政府は必要に応じて、いわばその電力事業者を援護すると、こういう立て方になっております。しかし今申し上げましたように、今回の被災者の損害というものは政府の行為によって直接生じているという視点があることから考えれば、この原子力損害賠償法をそのまま適用するというのはちょっと実態とは離れた面があると思います。で、この原子力損害賠償法の無過失無限というところ、そして被害者の保護が目的という基本的な考え方、これは踏まえなければならないと思いますが、その賠償を行うのは政府がまず積極的にスピーディーに行うと、その上で電力事業者つまり東京電力と政府の負担の割合、負担の在り方については、今慌ててそれを決める必要は必ずしもないと思います。もっと原因をしっかり究明する、またこれまでの被害のさまざまな状況を検証する、そういうことを行った上で、その負担のあり方を妥当なものにすると、電力事業者のこの厳しい負担を負う努力というものは、今言われているところでは必ずしも十分ではないと思います。しかしそれを今直ちにスキームを固める必要は必ずしもない。その上で、この事故の原因というものは電力事業者のハンドリングの誤ちということよりも、この施設、原子力発電所の施設の設置管理の瑕疵という側面も強いのではないかと思われます。民法の考え方で言えば工作物責任、いわゆる工作物の設置管理の瑕疵と、ここに由来する責任の在り方という基本線で検討していくということがあってもいいと思いますし、また政府の関わり方を見れば、これは政府と東京電力の共同不法行為と、そしてそれは不申請な連帯債務と、こういう基本的な考え方の下で特別な新しい制度を検討していいのではないかと、こう思います。そして今までの原子力損害賠償法はこれまで適用されたことはあまりありませんでした。 JCO の事故の時に
これが適用された例がありますが、これはまさに原子力事業者のハンドリングの誤りから生じたものでありまして、典型的な適用例だと言っていいと思います。しかし今回の場合は、そういったハンドリングの側面よりも、この地震や津波に耐えられる構造であったかどうかと、結果として耐えられなかったと。そして今徐々に明らかになるところによれば、もうごく地震津波の起きた直後にメルトダウンが生じていたと、ということが明らかになりつつある状況でありますので、まさしくこれはその原子力発電施設の設置や管理に問題ありという感を否めません。この点で賠償のあり方については被災者の目線に立った政府が矢面に立つ、そういう制度の仕組みというものを検討すべきだと思います。これが1点目であります。2点目は、こういったことを検討していく上でも、この事故の原因をしっかり究明していかなければなりません。これは第三者的な見方で、行政府に作るということではなくて、立法機関に、つまり国会に、そういった検証の調査機関を作るべきだと考えます。政府の行ってきたことに対してのさまざまな疑わしさが生じているわけでありますから、これを検証するのに政府が自ら設置したというのは自己矛盾であります。その調査の客観性についても疑義が生じる可能性があります。むしろ今回の事故については、政府の行いを立法府がきちんとチェック監視をすると、こういう基本的な立場に立って、この第三者による調査機関を国会に設置をするということを提案したいと思います。そしてその調査の結果を特別委員会など国会論議に反映をしながら、政府の行ってきたことを国会の場で正していくということで、それが最終的な今後の政策やあるいは賠償の否決に影響していくということも十分視野において当たるべきだと考えます。これが2点目であります。3点目、ここは二次補正予算を今国会中に提出すべしということを言ってまいりました。今第一次補正予算が成立後、その執行過程がやはり遅々としているというのが現場の認識であります。そして一次補正で復旧にまつわる課題がすべて対応されたということでは必ずしもありません。むしろ本格的な復興に至るまでの間、さらなる復旧あるいは復興への前段階の対応というものは連続的に必要となっています。今全国で消費者のマインドというのは著しく落ち込んでいると、こういう状況も考えますと、やはり切れ目なくこの二次補正を今国会に提出をすると、それは今後の本格的な復興に必要な補正とは切り離してでも、この二次補正、つまり二次三次あるいはその後という段階的な予算措置政策でも、これは構わないと我々は思います。いずれにしてもこの切れ目のない被災地被災者に対する強い支援のメッセージの伝わるような二次補正を早期に編成国会提案提出すべきであるということを改めて申し上げたいと思います。私の方から以上であります。はい。
冒頭おっしゃったですね、はい、東電の賠償スキームの件ですけれども、施設の管理等々今問題があって被災者の目線に立っていないということですが、その関連法案とかですね、あと交付国債の発行に関する法案とか、そういうのはどういうスケジュール感でやるべきだと考えますか。それは東京電力と政府の責任分担の結果、その手段として技術的な対応ということになりますから、それは今直ちに必ずしも決めなければ賠償がスタートしないということではありません。ですからまず行うべきはやはり政府がきちんと賠償のに責任を負うということを被災者にきちんとメッセージを出し、そして緊急に対応すべき賠償は前倒しで素早くやっていくと。被災者の皆さんは避難しろと言われても先立つものも政府から何も示されないまま路頭に迷っているというのは実情だと思います。そういうことに政府がきちんと答えようとしていないというところは責められてしかるべきであります。東京電力の責任の担い方、これについてももっと検討すべき事項があるだろうと思います。ですからその点で慌てて今決めるということではなくて、このいわば負担のあり方ですね、お互いの責任、政府と東電の責任の負担のあり方についてはもっと原因の究明も待ってしっかり組み立てていった方がいいと思います。現在明らかになっている政府案ではなかなか公明党として賛成は難しい、非常に不十分だと思いますね。この点で、今特別な新しい制度を検討してもいいのではないかということをおっしゃいましたけれども、はい、これは特別措置法とかそういうことも念頭にあってことですね。そうですね、今の原子力損害賠償法をそのまま適用するということにはやや実態から無理があると。ただその目的とするところ、被害者の保護を優先する、また事業者の無過失無限責任、ここは抑えるべきところだろうと思いますが、一番のその政府が責任を直接負わず援助にとどめると、ここにとらわれる必要はないということであります。都内でもそういう特別措置法の検討してまいりたいと思います。今の被災者の損害が誰の行いによって生じているかということを忘れられた議論が展開されてきたということを強く指摘したいと思います。それはですね、特措法をまあ作るように政府に求めていくっていう、そういう位置づけなんでしょうか。そうですね。福島第一原発のメルトダウンの件ですけれども、1号機に続いて東電が発表したデータからすると2号機3号機もその恐れが非常に高いということが明らかになっているわけで、発生から2ヶ月以上経ってですね、こういうことが明らかになったということ、この政府並び東電のその情報公開の体制というか、こういう今の現状をどう分析見ていらっしゃいますか。まあ、これはこれまで東電政府が説明してきたことと今明らかになりつつある結果とは非常に大きなギャップがあるわけであります。だからこそこれは行政側ではなくて立法府に調査機関を設けて、そして国勢調査権を背景にきちんとした客観的な検証を行うと、それに基づいた議論をするということが重要だと思います。政府としてまた東電としても客観的な資料というものはきちんと公表してこの立法府の調査に対応すべきだと思います。今後の国会論戦なんかでその責任追及の対象になったりするのでしょうか。それは調査の結果そういうこともあり得ると思っております。はい、先ほどの冒頭の発言で、はい、その
事業者の責任というより設置管理の瑕疵の説明が強いとおっしゃいましたけれども、これはその過去の政府の政策に問題があったということを指しているんだと思うんですが、そうじゃありませんよ。そうじゃないでしょ、うん、要するに原子力発電施設の設置管理に由来する事故だとという側面があると。でこの設置するときには政府が野放しで東電が勝手に作ったということではないでしょ。だから政府も当時何らかの関わりがあったということ。だから今政府が言っているような東電が全面的に、原因を作り出し賠償の責任を負う、だけども追い切れないところは政府がお手伝いしますという考え方が当てはまらないんですよということを申し上げているわけです。政府のその設置当初からの関わりもあるし、また事故が起きた後の被災者に対応する措置というのはまさに政府の行為で損害が生じていると、この政府の関わりということを直視して政府が責任を負う仕組みを作るべきだと、こういうことを申し上げているわけであります。その過去にその長年原発を推進していた自民党のこの設置管理の責任についてはどのようにそれは一政党というよりは政府の行為のことを言ってるわけですから、今被害者を救済するにあたって政府が責任を負うということを述べてるわけであります。はい、その他はい、復興基本法の件ですけれども、はい、公明党は独自の考え方を今検討中だと思いますが、はい、自民党との共同提案を、断ったという表現が正しいのかどうか、共同提案はしないということで昨日ご返事をされたという報道がありますが、その共同提案に至らなかった理由というのはどういうふうに考えているでしょうか。まあ、公明党の基本的な考え方はまず公明党での考え方をきちんと打ち立てて、これを世に問うということでありますが、単独で、法律を出すことができません、議席の数等から言って、ですからその点で、自民党の側は明日にでも自民党独自の法案を提出したいということであれば、我々はその自民党とやや違う考え方を持っている部分もありますので、それを調整して共同提案するという意図まがないということになります。ですから自民党が明日出されるというのであれば、それは妨げないという、どうぞお出しくださいと言わざるを得ないわけでありまして、そういう考え方を持っているということですが、今後公明党の考え方についてはきちんと国会論戦の場に反映をして、その上で国会の場で合意形成がなされていくのであれば、そこは建設的に対応していきたいと思っているところであります。もちろん詳細は今詰めているところだと思うんですけれども、はい、自民党の考え方と、違うところで強調して違うところってどこにどういうふうになるんでしょうか。詳細な点は避けますが、我々が重視していることの一つは、この地方の自主性、自発的な復興への取り組みをもっと引き出すような、そういう制度的な仕組みというものを重視しているというところであります。国が主導で、全てをやるということだけでは十分ではないと思っているところがありまして、そこは今の自民党の法案とは少し違っているというふうに認識をしております。はい、代表もかねてから早期承認をって言って日韓と諸協定をしているけども、今週末には日中韓の首脳会談もありますけど、その参議院側で、審議がまだなかなか進んでないようですけど、この現状今どのように捉えているか。これは各政党でいろんな意見があると思います。特に自民党には党内でいろんな意見があると思います。しかし衆議院で採決をして参議院に送ってきたということは、こういった国際協定は自然成立が見えているわけでありますから、むしろ審議もしない、審議も遅らせるというよりは、参議院としては堂々とその自民党の意見を国会論議に反映をさせておくということが大事なんだろうと、自民党の側に立てばですね。ですから成立を
遅らせることはまあ目的ではないのだろうと思います。いずれにしても国際間の協定でありますから、ここはこの意見はあったとしてもやはり対極的な判断というのが外交上もまた安全保障の見地から言っても、また歴史的文化的な関係から言っても、私は早期成立全会一致が望ましいと申し上げてきたわけで、もう自然成立が目前迫っているわけでありますから、その協定と違う考え方があればそれは堂々と国会論議に反映をさせていただければいいんだろうとこう思います。代表、はい、自民党がですね、先週末にまとめた衆院選の改革案なんですけれども、その比例代表の定数を3条削減するということですが、はい、これについての公明党の立場というのを改めてお願いしたいんです。これは最高裁で基本的に今の制度が小選挙区で、各県に1人別枠を配分すると、こういう制度そのものが憲法違反ですと、こういうふうに指摘されたわけでありますから、まずこれをなくすことを大前提に議論全体を組み立てるというのが議論の進むべき方向だろうと思います。自民党と公明党の連立政権時代は想定数を減らすと、50減らすという中で先行して比例代表20減らすということを行いました。ですから次は小選挙区の方から30減らすということを検討するという順序になっていたはずなわけですね。ですからそれが自民党の側から比例の方を数多く減らしましょうというのは従来の両党間の考え方と、また最高裁の判決を踏まえた考え方、いずれにも合致しない方向性の意見であるというふうに受け止めております。比例から数多く減らすというのは本末転倒だと思います。それ自体で中途半端な制度で選挙を実施するのはいかがなものかと思っております。テレビ朝日の記者です。はい、自民党の石原幹事長がですね、はい、会期末に向けて会期延長をしないでですね、20歳を出さないようであれば不信任を出すということを今日会見で言及されたということなんですけれども、不信任への対応について公明党の考えは。菅政権が国民の信頼が十分で国民の期待に沿った政策遂行をしているとは到底思われません。それは折々に触れて各分野で厳しく我々も指摘してきたところであります。ですからその点でしかるべき条件理由等が整えばそれは不信任を提出するということは一般論としてあり得ることだろうと思います。今後その環境がどうなるかということを見極め、また政府の足らずなところは国会論戦で指摘をした上で検討してまいりたいと思います。二次補正を出さずにですね、その国会を閉じるということがあれば、それはその不信任を提出するなり、その賛成するなりたる理由にはなり得るんでしょうか。二次補正をそのまま放置して、しかも予算の公債特例やあるいは税制、これらについても歳入の根拠というものを政府自ら責任を持って作る努力をしないで国会を閉じるというのは、これは不信任をの理由の一つになりうることだと今思っております。しかしそれだけではなくて、この原発の対応やその他の震災の対応についても、この政権の遅さ不手際な側面、これも厳しく我々は指摘してまいりますし、その対応についても問われなければならないところだろうと思います。代表、はい、不信任案についてですけども、はい、
まあ、あの自民党からこの時期に、まあ、不信任案というお話があったということで、まあ、その条件がですね、その整えば、例えばですね、5月中とか早い時期に出すということも検討 の選択肢に入るんでしょう。そういう早く出すということを目的に検討するというのではなくて、やっぱり不信任に値するそういう事情が重なってくるかどうかと、そしてまた卑しくも議案を提出する以上はその議案が可決されるかどうかと、そこを見極めてその効果がどうなるかという政治判断等も大きな立場でよく検討していかなきゃならないと思います。何か出すことありきで今考えているということでは、必ずしもその早期に、ね、出すということありきで今考えているわけでは必ずしもありません。その他よろしいですか。はい、じゃあ終わります。